東京都で今日確認された新型コロナウイルスの新たな感染者は1909人でした。先週の火曜日より213人増え、9日連続で前の週の同じ曜日を上回りました。東京都によりますと、直近1週間の感染者の平均は1357人で、前の週と比べて 118.9% となりました。入院しているのは648人で、このうち重症者は3人です。重症者用の病床使用率は昨日から 0.2 ポイント減って 3.9%、 全体の病床使用率は 0.2 ポイント減って 12.7% となりました。また90代の女性の死亡が確認されました。